今年も残すところあと30日となりました。南です。マイアミではありません。30日やわと。ひえ、冷えばっかり言ってますね。冷えだもんだって。30日やあと。あ、でもそんなもんだよね。声ね、だいぶ治りました。すごくわかる。ああ、でもなんかな、こうやって声出してるとちょっと微妙だよね。だけど、戻ってきたと思う。ああ、そうそう、こことか。かすれてたけど、戻ってきた、ちょっと。イエーイ。なんか嬉しいような、寂しいような感じですね。とか言うとよくないからやめよう。寂しくない。元の声に戻ってほしい。とにかく今は、体調が元に戻り、ちゃんと当日開催できるということだけを考えて生きております。それが一番大事だからね。それ以上に大事なことなんてない、今。とにかく無事に開催できること。難しいんですよ。踊りばっかりね、やってるとね、こう、前になるから、当たり前だけどさ、そうすると、こうね、前に行きすぎちゃって、いざ写真をやろうみたいになった時にね、その写真をやってるフィールドと、踊りをやってるフィールドっていうのは、全然似て非なるものなんですよ。同じなんだけど、根本は。根本は同じなんだけど、なんていうのかな。種類は違うっていうか、絵描きさんはわかると思います。絵描きで踊りやってる人とかは、多分私が何を言ってるかわかると思うんだけど。だが、しかし、どっちかがあるわけでも、ダメだなって。私は今思ってるんですね。どっちもないと、あれはね、たどり着けない。いろんなところにね。だから、なんて言うんだろうな。いいと思ってます、それで。そう。難しいね。難しい。言い方、なんて言い方をすればいいかわからないけど、自分を操縦するっていうのはね、すごく難しい。っていう感じかな。なんか宣伝とかもいっぱいしてるけどさ、まあもう来週だからね。来週の今日はリハですよ。来週の今日はリハの時ね、その次の日は本番でしょ。ですよ。なんだけど、恐ろしい話や。難しいね。いろいろ考えることがいろいろある。私、
あ、でもな、どっちも好きだからな。こう、みんなでまとまってガッてやるのも好きだし、最近ね、本当に変わったけど、そこは。一人でやるのも好きだし、一人でやるのってやっぱりスリリングだからね、すごく。自由が利く分スリリングだから、だからもうスリルと孤独とか、スリルと孤独じゃない、スリルと一人、スリルと孤独っていうのは常に隣り合わせで。あとはシンプルにこう、誰かの演奏で踊りたいとか。多くても2人とかっていうのも、それはもともと好きなんで、で掛け合いができるからね、こう1人1対1でね、掛け合いっていうのはね、ダンサーはとっても大事なんですよ。とかね、でも写真もいっぱい撮りたいしっていう、さすがに主催をやりながらこの時期にレタッチは無理ですね、今の私の技量では。なんで終わったら一気にやります、申し訳ありませんっていう状況にあります、今。まあこの1週間終わればね、2週間か、週間だよね。だって今日であと9日だから。そう。この1週間が終われば、私は生活が変わるので、少し。何が出るかなって感じですね。やっぱりね。サッカーとかでもそうだけどさ、モチベーションを保つっていうのはね、実は一番難しいんだよね。鍵も、あ、鍵じゃない、怪我もせず、病気もせず。ある意味ね、怪我とか病気があると考え直すから、気持ちが強くなって帰ってきたりとか、する人多いんですけど、何にもないとね、何にもないままモチベを保つっていうのはなかなか難しいんですよ。っていうのは私は思う、いつも。あ、でも全然できるよ、そんな。できるけど、まあ去年も踊ってたけどさ、今年こんなに、なんて言うんだろうな。真面目に踊ってるって言うとあれだけど、よし踊るぞで踊ってるのはなかなか珍しいかもしれないな。クロアチア VS ベルギーです。あ、今日弟帰ってくるんじゃないかな、日本に。ついに帰国。早いなぁ。ねえ、あいつがずっとブリスベンにいてくれたらさ、またブリスベン行けるのにね。とか思っちゃう。楽しかったなぁ、ブリスベン。夢のような一週間でした、あの日は。高くてね、鳥さんとかいっぱいいてね、情報量がもう多くないし、ご飯は美味しかったし、そんな感じでしんみりしてまいりましたが、あと9日です。
あんまり追い詰めないでしょ。あ、で、今日座談会なんで、よろしくって感じ。ぐらいかな、言うこと。CM 新しいの作ったんで、ぜひ見てください。超かっこいいから。それぐらい私ができることって。選曲だよ、選曲。曲まだ決まってねえのかっていうね、決まってないんだよ。前日まで悩むからさ、割と。というわけで皆さん、楽しみにしててください。で、パンフレットもすげえ鬼かっこいいのができたんで、楽しみにしててください。パンドラが終わったら、ゆっくりパンドラのなんか文章でも書こうかな。電子書籍にして。ね。電子書籍したいんだよね、私あれ。そうそうそう。脚本で終わらせるにはちょっともったいないから、そこまでやりたいんだよね、私。全部やりたいの。ちょっと考えますけど、楽しみにしててください。じゃあまた皆さん。